ゼロイチファミリアはラジオでも褒められたい。見えてるんですか、これは。はい、見えてる皆さん、聞こえてる皆さん、おちいらです。こんばんは。私たちゼロイチファミリアのメンバーが週替わりで一人喋りに挑戦する番組、ゼロイチファミリアはラジオでも褒められたい、スタートします。はい、今回の今週の担当は私、ヨーヨーヨーのゆらゆらです。よろしくお願いします。あ、みなさんゆらゆらしてくれてありがとうございます。コメントでもとっても嬉しいです。ゆらからは何が見えているの？何も見えてないんです。皆さんのコメントしか見えてないので、ちょっと恥ずかしいんですけど頑張って一人喋りしたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、それではこの番組のゼロイチファミリアはラジオでも褒められたいは、関西の MBS 毎日放送で放送中のゼロイチファミリアは褒められたいのスピンオフ番組で、ラジオとトークでも褒められることを目指して、およそ45分ものラジオ配信に一人で挑戦していきます。ありがとうございます。コメントで応援も。めっちゃ台本読んで読む台本なんで許してください。はい、用意していただきました。はい、それではまず私ゆらゆらを知らない方にも知ってもらいたい、そしてゆらのこと興味ある方とか好きになってくれてる方に、もっともっとゆらゆらのことを好きになってもらえるように、ちょっとゆらゆらのことを生まれた道を語りたいと思います。はい、それでは私ゆらゆらはなんと昔々約20年前に千葉の端っこの漁師町で生まれました。はい、生きてきた道を今から言いますよはい、生まれて、私は生まれてすぐにお母さんが一人で育ててくれました。でおばあちゃんとおじいちゃんと弟と 4人で暮らしていて、あとワンちゃんと、あと魚たちと暮らしていて、田舎の前が海で後ろが畑っていうすごい田舎で育ったんですよ。なので洗濯物が毎日、魚が臭かったりとか海の匂いがしたりとかするあの地域で生まれ育ったので、結構都会の今東京に上京してきて一人でちょっと大変な生活を送っているんですけど、地元のおじいちゃんおばあちゃんがお魚を送ってくれたりして、よく毎日漁師町のことも思い出しているくらい地元への愛が強いです。はい、そしてゼロイチファミリアという事務所の方に高校3年生の時に声をかけていただいて、 SNS を頑張って大好きなギャップのある写真、自分のギャップのある写真をたくさん載せたんです。そしたら SNS でとても反響をいただくことが続いて、フォロワーさんの
フォロワーさんの方が結構増えていって、徐々に今紙面などに載せていただくこともあったり、こうやって事務所の先輩たちも出ているラジオにも呼ばれることができています。あ、そうです、これがこう、これがこうもそうですね、結構反響いただけました。コメントありがとうございます。お魚さばけるの？そうです、お魚がさばけて、私は5歳の時、まだ保育園の時に初めておじいちゃんの真似をしてアジをさばいたことがあって、その時に教わってないのに身を見まねでできたんですよ。そこからスタートして、なかなかできないことだよってたくさん大人の人に褒められたので、いっぱい特技として行ったりとか、ゼロイチファミリアは褒められたいのゼロイチ TV YouTube の番組でも披露させていただいたりして、動画もなんと2段もこの間アップしていただけましたので、よかったら見ていただきたいっていう宣伝をしてます今あ、そして今スタッフさんからいただいたんですけど、これはメールですね、届きました。披露してもいいですか？いいよ。はい、それではウニボン、すごい名前ですね、ウニボンボン、ウニちゃん、ニラちゃん、こんばんは。ゼロイチファミリアは褒められたいを初めて見た時にファンになりました。魚をさばくギャップにイライラしちゃってます。さばく企画は結構ありますが、釣る方は得意ですか？よかったらまだヨーヨーヨーのライブに行くか迷っている私や視聴者の方も釣ってください。いやー嬉しい。あ、携帯落としちゃったはい、まずそうですね、なんか一人語りで生い立ちを喋ってたんですけど、自己紹介も忘れちゃったんで、このメールを読み終わったらさせてください。この後言うんですけど、私ヨーヨーヨーという事務所の女の子たちで結成、落ちこぼれのみんなで結成されたアイドルグループに所属させていただいてるので、アイドルの活動もしてます。魚をさばくギャップもすごい褒められる方が多くて嬉しいです。褒めていただいて嬉しいですし、ちょっと引っかかってくれてありがとうございますそのギャップがちょっと最近魅力と気づいたので、いっぱい押し出していきたいと思います。釣る方は得意ですか？私は釣りの方は船酔いしちゃうので、お船には乗れないんですけど、いろんなことを好きになってもらえるようにいっぱいいっぱいウニボンボンをいろいろにさせたいと思います。イエイ。イライラしてるって何ですか？どういう意味？イライラしてるっていうのは、私イライラの方見ていいなって思ってくれたりとか、少しでも可愛いなとか好きだなってなんか好印象に思ってくれたりとか、会いたいなとか、ちょっと元気出た見ててとか、ちょっとでもいいからイライラのことを好きっていう感情になったら、もうそれはイライラしてるということなので、はい、ここにいる配信にいてくださってる皆さんはもうイライラしてますはい、ウニボンボンさんメールの時間でした。ありがとうございました。バイバイ本当だ、いっぱいいっぱいイライラしてくれてる、みんなもありがとう。はい、コメントも読んでいます。はい、さっき言ったんですけど、自己紹介もさせてください。私がアイドル活動の時にしている自己紹介があって、これを聞くともうイライラのことが分かっちゃいます。はい、千葉の漁師町から生まれましたヨーヨーヨーというグループのゆらゆらポニーテール、今日は違うけど担当の
ゆらゆらことゆらゆらです。みんなのことゆらゆらさせちゃうぞ。ゆらゆらってしてくれてるはずですよね。今皆さんしてますよね。あ、みんなしてます。イエーイありがとうございます。はい、ゆらゆらことゆらゆらです。あのこのお名前もあのゆらっていう下の名前は本名でして、あのママがつけてくれた名前なんですけど、事務所の方に初めて会った時になんかゆらがゆらゆらしてるなって言われて、だからゆらゆらねって言われて、ふざけてると思って、私いいですねあはははは、って言って流したら本当にゆらゆらになりましたよくこの変わった名前で聞かれるんですけど、そういう経由でゆらゆらという名前になりましたよろしくお願いします。はい、あの自己紹介でもさっき言ったヨーヨーヨーというグループなんですけど、あの落ちこぼれ、ちょっと言ったんですけど、さっき落ちこぼれの6人が集められていて、みんなレッスンを頑張ってようやくレッスンデビューをさせていただいたんですけど、ゆらは結構アイドルにならないかって言って声をかけていただいたにもかかわらず、あの結構ダンスも歌も思った以上に、あの事務所の方が思った以上に下手だったらしくて、自分ではそれに気づかないで生きてきたので結構衝撃的だったしショックだったんですけど、2年間レッスンを受けてきて、あのいろいろ選考にも落ちて、先輩グループの今ヨーヨーヨーとしてデビューさせていただいているので、はいなんかフォロワーさんの数とか見て全然落ちこぼれじゃないよゆらちゃんっていう方も多いと思うんですけど、アイドルとしてはまだまだ初心者でデビューしたばかりですし、あのなので聞いてる方にはわからない、全然まだまだだし、会ったことある人とかイラッと実際喋ったことある人とかわかると思うんですけど、あの全然あの何も知らないあのバカな女の子なので、あのちょっといろいろ教えていただいたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、2年頑張ってきました一番多分ジョルチファミリアのアイドル部門の中であの修行した年数長いです。もう諦めてたんですよ途中で。諦めてたからデビューできないと思って、あのグラビアを頑張るようになって、あの写真とか自分のいいところとかみんなに知ってもらおうと思って自力で写真とか SNS で載せて、あの紙面に載せていただけるようになったりしてたので、なんかそんな何もできない、踊りもダンスもできないようでもできるコンセプトだよって、やっていいよって言われてデビューさせていただきました。昔からアイドルになりたかった、昔からアイドルになりたかったわけではなくて、 AKB48 の大島優子さんが小学校1年生の時から大好きで、出会ってからずっと大好きで憧れてて応援する方でした。なので自分がなるなんて考えてなかったんですけど、今すごい驚きだし、事務所の方にやらないかって声をかけていただいた時は自分でもできるんだって発覚して、ちょっと可能性を持って希望を持って、それからなりたいなって言って目指すようになりましたゆこちゃんは永遠の推しであり憧れです本当に大好きです、本当に本当に大好きですあんまり言ってないです、恥ずかしくてライブもママに吉町から連れてってもらったりとかしてたから、すごいエモいですね今。嬉しい、ありがとう、すごい嬉しい、コメントがいっぱいある、アイドルになってくれてありがとう、頑張ってるのを見て
元気をもらいます。嬉しいとても嬉しいです。なんかこんなヘロヘロしてたりとかしてバカにされたりとか頑張ってないとか調子乗ってるとか言われることも結構多いんですけど、まあ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 多分ユラが真面目にやってもみんなつまんないと思うので、あのちょっとなんて長い目で見る、遠い目で見る、なんだ短い目で見る、なんだっけ、なんて言うんだっけ、温かい目、そうありがとう、コメントすごい、あの温かい目で見守ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、あ次へとあのちょっとマキッという指示が出ましたので次のコーナーに行きたいと思います。お、はい、なんとここで朗報です。この番組ゼロイチファミリアはラジオでも褒められたいを通して一番ラジオが上手にできたメンバーには MBS ラジオでの冠特番のご褒美があります。冠特番を誰がゲットするかは MBS ラジオのスタッフさんが判定してシーズン最終回で発表されます。はい、ではスタッフの皆さん目の前にいらっしゃるんですが、イライラの方をよろしくお願いしますみんなイライけそうですありがとう。そしてここからはこちらのコーナーです。ゼロか1か究極の選択、イエーイはい、このコーナーはゼロか1かありなのかなしなのかスタッフさんが用意した2つの選択肢を決断していくコーナーです。どんな選択肢があるのでしょうかではでは早速やっていきましょう。はい、まず1つ目の選択です。じゃじゃん3日間住むとしたらどっち？ 9 壁はあるけど間違えました。9、英語の9と数字の0を読み間違えました、すいません。3日間住むとしたらどっち？ 0 壁はあるけど屋根がないお家、1屋根はあるけれど全面ガラス張りのお家。おお、はい、即答できます。私は屋根はあるけれど全面ガラス張りのお家です。はい、それでは2つ目の質問いきます。やらかしてしまうとしたらどっち？9じゃなくて0、みんなの前で先生をお母さんと呼んでしまう、1みんなの前で盛大に転んでしまう。ディディン、イラはみんなの前で先生をお母さんと呼んでしまうですはい、それでは3つ目の質問。毎日の食事を選ぶとしたらどっち？0、毎食好きなもの一品しか食べられない、1毎食好きなもの以外は何でも食べられる。はい、1です毎食好きなものを何でも食べます。はい、ということで3つの選択をしましたけれども、ちょっと振り返っていきたいと思います。まず1つ目の選択、じゃじゃん、3日間住むとしたらどっち？壁あるけれど屋根がないお家か、屋根があるけれど全面ガラス張りのお家。私は屋根はあるけれど全面ガラス張りのお家を選びました。なんでかっていうと、私は漁師町で生まれて過ごしたってさっき言ったんですけど、結構海風が強くって、海風すごいと雨の日とか台風の日とかすごい入ってくるんです。なので屋根がなかったわけではないんですけど、屋根の隙間があったお家
だったので、結構雨が入ってくる苦い思い出があるので、屋根は欲しいので、屋根はあるけれど全面ガラス張りのお家を選びました。はい、納得しましたか？はい、それでは2つ目の質問、やらかしてしまうとしたらどっち？みんなの前で先生をお母さんと呼んでしまう、みんなの前で盛大に転んでしまう、ゆらをお母さんと呼んでしまう方がいいなって思ったんですけど、なんでかっていうと先生を私はおばあちゃんって呼んだことが、ばあって呼んだことがあるので、もう経験済みなので全然なんてことないです。お母さんって呼んでしまう方がマシです。はい、そして3つ目の質問、毎日の食事を選ぶならどっち？毎食好きなもの一品だけ、毎食好きなもの以外は何でも食べられる。私結構好きなものを最後に残して食べるタイプなのに、結構小食なのでいつも好きなものを残して食べきらずにお腹にいっぱいになっちゃうので、いつもそうだから、じゃあ好きなもの以外は何でも食べられる方がいいかなって思います。残しちゃうので。一番好きな食べ物はチーズとお魚のメヒカリとお肉です。ひき肉です。一番好きです。覚えていてくれたら嬉しいです。はい、それでは以上、0か1か究極の選択でした。いろんなことを知ってくれてありがとうございます。はい、ここで皆さんから送られてきたメッセージを紹介したいと思います。はい、それではいきますよ。あ、東寿さん、ペンネームラジオネーム東寿さん、コメントにもいらしてます、ありがとうございます。いろいろこんばんは。実は 01TV で知ったのですが、最初はクラミちゃんが好きって言ってる変わった子だなっていうイメージだったけれど、この間配信でハッシュタグナイトのライブを見て180度イメージが変わりました。めちゃくちゃかっこよかったです。これからも応援してるので頑張ってください。ツイッターいつも楽しみに見てます。東寿さん、ありがとうございます。とても嬉しいコメントです。すごい長いしちょっと愛を感じました。嬉しいです。くるみちゃんが好きって言ってる変わった子だなっていうのはどういうことですか？くるみちゃん今日もいらっしゃるんですけど、応援隊で。ちょっとおこです。くるみちゃんが好きっていうのがちょっと変わった子だなって思うなら、ちょっとアニメを見てほしいです。くるみちゃんの人柄の良さがとてもわかるので推したくなっちゃうので、ぜひちょっとくるみちゃんを掘ってみてくれたら嬉しいです。そして配信でハッシュタグナイトのライブを見て、ゼロイチファミリア の, 3グループのアイドルが集結して定期公演をしているハッシュタグナイトっていうライブがあるんですけど、そのライブを見てくださったみたいです。東寿さん、ありがとう。ちょっとイラ歌声がなんて言えばいいんだろう、ふざけてるって思われないようにしっかり歌えって社長さんに言われたので、結構重みのあるしっかりした声で歌うようにしているので、結構ギャップが伝わったんじゃないかなって思います。ありがとうございます。くのみちゃんのどこが好き？ちょっとこの質問は結構人生の中で20年生きてきてトップ3に入るぐらい質問されてきた質問なんですけど、もう見ての通りまず可愛いじゃないですか。だしちょっとこのあと残り20分ですか、20分ちょっとの配信じゃ足りないですし、ちょっと中途半端に言うのはなんかどうしよう、どうしたらいいんだろう。申し訳ないですし、くるみちゃんにサンリオさんに申し訳ないし、なんかいっぱい愛が伝わるように、なんかどうやって短い言葉で言ったらいいかちょっとわからないんですけど、そう足りないんですけど、どうしよう。まず可愛いです、とてもいい子です。そしてラッキョウが好きです。あとゆらにちょっと似ている部分があります、心の性格のところで。
ちょっと共感した部分もあって、3歳の時に一目惚れしました。はい、以上です。ありがとうございます、当時さんありがとう。はい、そして次、ラジオネームあつろうさん。あつろう、いつもありがとう。ゆらに質問です。ドゥルン、最近ツイッターでアザラシのツイートが減った気がします。ゆらのアザラシブーム終わってしまった？ちなみにツイッターではアザラシの写真を最後に上げたのは9月18日だよ。そんなゆらにお仕置きです。ゆらが全力でアザラシのモノマネをして、もしダメだったらアブちゃんアザラシでもいいよ。ゆらはあのクラメちゃんがキャラクターの中では一番大好きなんですけど、最近なんとここの応援隊にも今日駆けつけてくれたアザラシくんがもう大ブームが到来していまして、大阪の海遊館さんのみぞれちゃんがとってもとっても天使で、その子の動画を YouTube でおすすめに出てきた時に見てからドハマりしてしまって、今空前の大絶後のアザラシブームが迷われているんですけど、終わってないですよ。ちょっと最近アザラシを乗せすぎていたら、クロミちゃん推しじゃなくなったのって逆に言われてるしまうことが増えたので、ちょっと本命はクロミちゃんだよっていうのをみんなに伝えたくてアザラシツイートに書いてます。浮気じゃないです、はい、勘違いしないでください。はい、そうやって言ってたらアザラシのモノマネはみんな忘れてくれましたか？忘れたよ。はい、じゃあ次に行きます。はい、それではこのコーナーに参りましょう。ゼロイチファミリア、ファミリア劇場。はい、このコーナーはリスナーの皆さんから送られてきたシチュエーションをもとにスタッフさんが用意した演じ方を決めて演じるコーナーです。大切になってくるのはアドリブ力と勢いと、そして時には恥を捨てること。はい、演じ方はサイコロを振って出た目で決めていきたいと思います。はい、あの先輩たちがやられていたのを見てやる日が来るなんて思いませんでした。はい、はい、今回用意されていた演じ方は1おバカ、2関西弁、3あなたやり、4大怒り、5メルヘン、6侍です。はい、演じ方はサイコロを今から私が振って決めたいと思います。はい、それではまずはラジオネーム4代目さんのからのシチュエーションです。読みます。演じてほしいこと、保健室の先生、喧嘩で擦り傷が絶えない男子生徒に優しく手当てと注意をしてください。イラちゃんへ、最近ライブ行けてません、早く会って新曲聴きたいです、いつも一生懸命のイライラ好きだよ、ありがとう。あまあまあ、あまあまあ4代目さん、ありがとうございます。はい、ではサイコロを振っていきたいと思います。いきます、ピコーン、あ、はみ出ちゃった。出たのは6です。あ、侍、侍ってさ、ゆらさ、あれしか知らない、あのいちごいちご。はい、それでは行ってみましょう。コンコンコン、ゆら先生、また怪我をしてしまいました。あらあら、
来てるじゃないの、あなた。また怪我をしたでござるか？なんでそんなに怪我をするでござるか？もう外に出るのは禁止、歩くのは禁止、走るのも禁止、目を見開いてじっとしてるでござるよ。わかったでござるか？はい、イライラ先生、わかりました。すいません。はい、これはどういう終わり方したらいいんですか？はい、感想はどうですか？皆さん見てみましょう。可愛かったでござる。ござるの忍者やん。え？侍？だってさ、侍って言ったらさ、ピンポンじゃん。越後製菓じゃん。あ、言っていいんですか？じゃん。あ、拙者。あー、剣心じゃん。確かにつまらぬものを切ってしまった。切ればよかったです。ちょっと後悔です。かわいいって言ってくれてよかった。これでちょっと変なやつだなって思って嫌いにならないでください。はい、それでは次に行きましょう。はい、それではラジオネームアトク。メイド喫茶で働いているシチュエーション。オムライスを持ってきてくれてイライラハートふんふんでおまじないしてほしいです。このまましたいな。でもサイコロ振ってみたいと思います。5番。あ、メルヘン。メルヘンは、はい、かしこまりました。どうぞ。いらっしゃいませ、ご主人様。何名様ですか？お一人ですか？はい、それではこちらのお菓子の机にドスンと座ってください。テクテクテク、トコトコトコ、パン。はい、なんとこちら私が手作りした卵を産ませるところから手作りしたミルヘンオムライスです。いっぱいいっぱい美味しく召し上がっていただけるようにおまじないします。せーの、ゆらゆらハート、ゆらゆら。あ、え、まだですよ。まだ完成じゃなかったのに終わってしまったんですけど、あの最後にシュッてして終わる予定でした。で、終わりたかったです。どうでしたか？強制終了。強制終了されました。買ったし、え、チュー欲しかったって言われた。よかった。はい。はい、強制終了されてしまったんですけど、可愛かったってまたいっぱい言われていますね。嬉しいです。ありがとう。はい、それでは次に行ってみたいと思います。え、待って、もうこれやるんですか？ちょっとラジオネーム、なんとアンジェラメイさん。アンジェラさん、もしや見てくれていますかね。わかんないんですけれども、では紹介したいと思います。ファミリア劇場、やっとこさ鉄板から逃げ出したたい焼きの気持ち。アンジェラさん、何を言ってるんですか？本当に、まあまあまあ、もうこれで変だから、ちょっと何当たっても変じゃんね。では行きたいと思います。アンジェラさん行きます。6です。はい、ではアンディさんのために今は一肌脱ぎたいと思います。どうぞ。
コペ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 コ。やん、我はたい焼きだ。熱い鉄板の上に乗せられてポクポク育ってきた我らはやっと抜け出すことができた。うー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 。それでは今からつまらぬものを切ってこようかしら。つまらぬものを切ってしまった。海に帰ろう。ピク。あ、終わりです。めでたい。あん、ありがとう。可愛いのくれた。嬉しいです。どうでしたか。あ、終わりです。そうです。はい、それではちょっとアンジェラさんのお題ね。以上、ファミリア劇場でした。イエーイ。楽しい。はい、それではということで、私ゆらゆらがお送りしているゼロイチファミリアはラジオでは褒められたい。皆さんからいただいたメッセージをまたまた紹介したいと思います。マンダリンさん、ラジオネームマンダリンさん、こんばんは。ゆらちゃんには9歳年下の弟がいるんですか。っていうことは今は11歳ですか。これだけ年が離れているとやっぱり可愛いですか。喧嘩ってしますか。笑。はい、あと私の弟は9歳年下の弟なんですけど、今小学校に通っていて、私は今東京で上京して一人暮らしをしているので、ママとおじいちゃんおばあちゃんと漁師町で暮らしているんですけど、最近ママに電話したら弟がバレンタインのチョコをもらってきたりとか、女の子と手をつないで学校から帰ってきたとか言われて、ネネはとても悲しくして、ちょっとどこの女なのかなと思って探りに行こうかなって計画を練っているところです。ちょっと心配事が多いです。記憶も離れていると、ちっちゃい時とかは結構なんだろう、なんて言えばいいんだろう、とってもゆらもしっかりしていなかったので、なんか面倒見ることはできなかったんですけど、喧嘩はいっぱいしたんですけど、最近はゆらも大人になって20歳になったので、ご飯を一緒に食べに行ったりとか、お金も払っちゃったりとかして大人な対応を弟に見せています。実際会った時に言ってほしかったんですけど、ママから聞くとちょっと悲しくなりました。やだ、どうしよう、どうしたらいいんですか。皆さんこういう時は経験者の方いますか。よかったらコメントお願いします。イランの SNS とかにも教えてください。もう怒りというか、どんな女なんだっていう不安と心配が勝ちます、弟に対しては。はい、そんな感じです。それだけ可愛いってことです。本当はお風呂にも入りたいんですけど、去年から拒否されてます。はい、それでは次に行きましょう。はい、ラジオネームマエストロさん、突然ですが質問です。学生の頃の得意な科目、苦手な科目って何でしたか。私は英語が本当にダメでした。英語の全てが意味が分かりません。反対の得意だったの原字原用文現代文と日本史です。はい、私は学生の頃は得意な科目は美術で、美術と図工で、苦手な科目は私も英語と、あと何でしたっけ、あれ、算数が苦手でした。本当にダメで、学年でもうこれは変なテストとかさせられないために保険で言うんですけど、学年3、400人いる中で下から数えて片手に入るぐらいでした。点数は危険なんで言えないんですけど。はい、絵は上手、絵はゆらはとっても上手です。よくワンちゃんと、ワンちゃんを飼っているので、可愛いワン
ちゃんがお家で待ってくれているので、ワンちゃんとの絵を描いて SNS に載せたりとかしてるのですが、画伯だねって褒めていただいたりしてます。みんな褒めてくれてありがとうございます、いつも。はい、今何話したっけ、ゆら。苦手なのと得意なの言いましたよね。はい、そうです。ちょっと忘れちゃいました、ごめんなさい。そして次はラジオネームポンネタイガーさん。はい、あ、ゆらちゃんこんばんは。毎日のルーティンってありますか？自分は毎朝起きたらまずは水を1リットルじゃなくて1杯飲んで目を覚ますためにシャワーを浴びます。時間がなくてシャワーを浴びれないとなんだかスイッチが入りませんし、気持ちが悪い気がします。あとは毎日ではないですが寝る前に1本映画を見ます。これは週に 2,3 日ほどですね。はい、かしこまりました。私の毎日ルーティンをお教えしたいでございます。はい、私もちょっと似てるんですけど、ポンデさんと。まず朝起きたらあったかいお湯を飲みます。なぜなら冷え性だからです。末端冷え性なので、温かい飲み物を飲んで、まず梅干しを食べます。で塩分補給して、そしたらもうワンちゃんファーストの朝が始まります。ワンちゃんもご飯を作ってあげて、お散歩に行くよって言ってワンちゃんが乗り気だったらリードをつけてあげて、朝のお散歩に繰り出して、ワンちゃんが帰りたいよってなったら帰って足を拭いてあげて、泥が濡れてたらシャワーをかけてあげて拭いてあげてっていうワンちゃんファーストな朝のルーティンです。ワンちゃんのお世話を完璧にしないとお家が出れないので、私はそれがないと外出するスイッチが入りません。まあ、当たり前ですね、命を預かってます。はい、ありがとうございます。はい、それでは次に行きましょう。私イライラがお送りしてきた。ズルフツファミリアはラジオでも褒められたい。そろそろお別れの時間が近づいてきました。はい、来週のパーソナリティはなんと林由美さんが担当します。イエーイ。そして来週のコーナーは私の目の前に今あるサイコロを振って決めたいと思います。はい、1が出たら食レポ、何を食べているでしょう。これは食べている音や食べた感想だけでリスナーの皆さんに何を食べているのか当ててもらいます。そして2が出たら押させてください。これは最近の推しを徹底プレゼンしてもらいます。リスナーの皆さんに推しの魅力が分かってもらえるのでしょうか。3が出たらただ褒められたいだけのコーナー、これは自分の褒められたい話題を紹介、リスナーの皆さんに褒めてもらいましょう。そして4が出たら私的ピックアップニュース、これは最近あった私的に注目のニュースをピックアップニュース風にお届けします。5が出たらファミリア劇場、さっき私がやったリスナーの皆さんから送られてきた出演者をもとにスタッフさんが用意した演じ方を決めて演じてもらいます。そして6が出たら私イライラが1から5の中から決めたいと思います。どれが狙い？ゆめさんって結構 SNS もなんか文字の投稿しない方なんですよね。ゆめさん大好きなんで SNS をよくチェックしているんですけど、謎なので、バンジージャンプを飛んでいた、ズルツファミリアは褒められたの企画で飛んでいたっていう印象しかないので、謎なのでやっぱり私的ピックアップニュースは当たり前に知りたいし、でもゆめさんは演技の仕事もいっぱいなさってるからファミリア劇場なんてお手の物だと思うんですよ。だからそれはなしで、だからやっぱり私的ピックアップニュースを狙いたいと思います。聞きたいですよね皆さん。
それではサイコロも投げてみましょう。いきます。2! 2が出ました。2が出たら押させてください。最近の推しを徹底プレゼン。リスナーの皆さんに推しの魅力が分かってもらえるのでしょうかのコーナーに決まりました。はい、皆さん頑張ってください。あのゆめさんはどんなラジオになるんですかね。ゆめさん結構話し方が声が落ち着いていて大人な女性なので皆さん癒されちゃうと思いますし、結構はっきり物事言ってくださる方だから、ちょっとなんかコメント欄の方がズバズバ切られるのも期待しますすごく楽しみです。あとなんだっけ、押させてください。最近の推しを徹底プレゼン。ゆめさんの推しってなんだろう。ゆめさんって何かにハマるんですかね。とてももうそれはすらも謎なので、本当に謎な人間様で、綺麗な女性、バンジージャンプを飛んでいたしか知りません。はい、皆さん楽しみにしていてください。皆さんいら楽しみにしてます。はい、そしてはい、皆さん今コメントいっぱいしてくれているんですけど、メッセージはラジオトークの番組ページにある質問を送るのボタンから送ることができるので、あのあともうちょっとしかないんですけど、よかったらコメントまだまだ待ってます。メッセージ待ってます。はい、46分も経ってしまいました。配信を始めてからもう終わってしまうんですね。皆さん皆さん寂しいんですけど、お家でワンちゃんとお話ししているので寂しくないと思ってたんですけど、やっぱりこうやって声に出して皆さんとこうやってコメント見ながら話すと、ゆらは寂しかったんだなって実感しました。今終わっちゃうと思うととても寂しいです。同じ気持ちですか。そうだよ、ゆらちゃんまだ終わらないで、延長しようよ。延長したい。延長していいですか、スタッフさん。はい、ダメでしたダメだったんで、あのとっても緊張したし、うまく喋れたかわからないし、漢字もいっぱい間違えちゃったし、言い間違いもしちゃったし、変な言葉を喋っちゃったかもしれないですし、あれなんですけど、あのコメント欄もとっても優しくて助かりました。いっぱい教えてくれたりコメントしてくれてありがとうございます。はい、ちなみに今日の様子は YouTube チャンネル01TV に映像付きでアップされます。今週の土曜日の18時に更新されるので、作業中など皆さんが生活してる中でイライラしたいなって思った時とか、イライラしたいなって思わなくても開いて好きにならせます。とりあえず開いてください、暇さえあれば。はい、そうしていただけると嬉しいです。ラジオでも褒められたい。ここまでのお相手はイライラことイライラでした。終わっちゃいますよ。ありがとうございました。イライラハート、おやすみなさい。ありがとうございます。イライラことイライラです。改めましてありがとうございました。これを見ているということは最後の方まで見てくださったということなので、本当に本当に感謝しています。イライラの一人語りどうでしたかいろんな感情があると思うんですけど、少しでもいいなって思ってもらえたら嬉しいです。好きになってもらえたら嬉しいです。はい、イライラでした。ありがとうございました。